えと先ほどの第1話では、あの量子の世界の原理というのを簡単に振り返りました。だけどあのそこはちょっとあの矛盾するというかあの、納得いかないところもある。まあ、それはそれであの当然な反応だというふうに思います。で、この第2話でお話しようと思うのは、その矛盾がない世界。 じた純粋な量子の世界を記述しようという話をまずしようというふうに思います。で、1、まあ、つは量子の状態をベクトルとして表現します。で、それはあの量子の状態を表現するベクトル空間をヒルベット空間といったりします、まあ。名前はどうでもいいんですけれども。で、ヒルベット空間では単純化すると、 あのケットで表現される列ベクトルとそれと共烈なベクトルブラで表現される行ベクトルでこれら2つのベクトルからあの1つの数で内積が定義されるだから内積によって定義されるベクトル空間だと思ってもいいわけですで量子の状態の変化はその状態に対する塩酸子の作用として記述されるんですけれどもそれは 状態を表すベクトルに行しかもその作用っていうか単純に言うとあの行列のベクタルの積あるいは行列の行列の積それら自体も実は内積によって定義されますで、まあ、そのベースになるのはあの、まあ、あのこういう考えか内積こういうふうにブラケットで表します で,でブラケットで表すと、まあ、例えば単純なあのキュービットの前の0ケット1ケットっていうかキュービットの規定を1001っていう列ベクトルで表すとでブラゼ0っていうのはあのやはり1 0のこれはあの行列にあの列を行に変え。 で、共壁を取った。まあ、ただこの場合には、1、0、いずれも、あの、実数なんで、1、ではそのままですね。これを計算すると、0と0の,あの内積っていうのは、まあ、これ、あの、かけ、対応する、あの、要素を、ごとをかけて足し合いで、で、1になります。0と1の内積は0になります。1と0の内積も0になって、1と1の内積は1になります。要するに、 同じものだったら1、違うものだったら0になる。これが内積の基本的な定義です。まあ、これもいいとして。そういうやつをですね、あのーまああ、ある N 次元のベクトル空間の2のベクトルが、あの特定の N 個のベクトルの積、あので、まあ、これ面倒くさいこと言っているんですが、要するに規定というのがあって、 で成分ととののの積の和として2のベクトルが表されるこれはあと独立とか独立じゃないとかいろいろあるんですが単純にまあそういうものだと思ってもらえればいいと思います。で規定の例としては0ケット1ケットにこれは規定になります。で3個の場合だったら0ケット1ケット2ケットっていうのは0ケットを1001ケットを0102ケットを001っていうふうにすると 2位の、XYZ という3つ組は、3つの数の組は、X に0ケットをかけたもの、Y に1ケットをかけたもの、Z に2ケットをかけたものというふうに表す。これだから0ケット、1ケット、2ケットは規定です。で、A と B の内積があの0になるとき、これは直行しているというふうに言います。で、A と B、自分自身の積があの1のとき、これは正規化されているというふうに言います。 A がもしも αβ 成分を持つとき自分自身の積イコール1っていう条件は A ブラは α の供益、β の共益だしで A は αβ の両ベクトル、あ列ベクトルでその共益の条件は α の共益と α をかけたものと β の共益と β かけたものこれは要するに前の前半の方が α の絶対比の事情後ろの方が β の絶対比の事情それの和が1に等しい。 というふうふでまあこれちょっとまとめてみるとまあコロナ禍のデルタっていうんですけどもまあ何のことはないあの i と j が等しかったら0あの等しくなかったら1等しくなかったら0になるっていうのがあの規定が正規でかつ直行である条件、まあ、直行正規っていうのが規定にとってはとても大きな条件になるんですけども、ね。 でこの内積の、まあこれは言ってあまあこれはいいでしょう。ね、これもいいことでしょう。あ、これですね、あの、このスライド全体に同じ繰り返しがあるんですよ。で、ただグリーンで書いてあるのはヒント付き。だからこの、こういうのを見て、追いかけてみて、やってみるのがいいですね。漢文で言うなら、白文を読 <laughs> むみたいなもんで、あの、注釈抜きで、 このあの計算が理解できればケットの使い方が少し分かったということになると思います。で分かんなかったら次の,あのグリーンの,あのヒント付きこれを見てもらうとその理由が書いてあります。で最初に言いましたけども全部一度に覚えようとしないで結構慣れるまで時間がかかるかもしれません。ただ基本は、えっと、内積の項を神話の中に作ってで先ほどの等しかったら1。 そうじゃなかったらゼロになるのを使って大幅にこう節約してく。で2つのものに対する二重の和だったらこの性質を使うと大抵あの繰り返しがいえ1個減るんですよね。でそういうスタイルでやってく。で代表的には少しあのベクトルの成分を内積で表すのをやってみようと思います。でまあ正規直行 あの規定を 01n-1 で表すと任意、えー、のベクトル a っていうのはこういうふうに成分 αi に対してその正規直行規定 0n がかかってあここで i っていうでこれ先ほどあのこの01っていうあの名前がとてもいいっていうのはこれあれなんですよねこれ規定ベクトルなんだけど同じように i っていう形でシグマの i と連動して変わる。 ということですね。だから α i る i ケットっていうのは αi という複素数とあの規定である i をかけたものというんでこの規定の中もこのインデックスで表しちゃうというのはとてもあの便利にできちゃうということです。ここで言いたいと思うのは a というベクトルがあった時にとその中の成分を1個ずつ取り出してみようということ。この例だと J 番目の J-1 ですかね。 要素を取り出したいっていうときにどうすればいいかというと、左からまああのブラの J をかけます。で、これは赤で書いてます。次の,あの式はそれを AK の部分を AK の定義、要するに成分表示したもので表したものです。で、そうするとですね、あのこれシグマの中に J のブラが入って、で、これは αi。 かけアルファ i×J×J と i の内積という形になります。でこういうふうに中に内積の形を作るのが実はミスで,でこの内積の部分は i がいろいろ走る時にあのほとんどが0になっちゃいます。で0にならなくて1になるのは i と j が等しい時だけです。だから成分で生き残るのはこの i のところが i イコール j になった場合でアルファ j の場合。 で要するにこれは J 番目の成分がこういう形であの抜,け抜き出せるということです。下にもっとわかりやすく。これは展開した形で α0、0。左から J がかかってるんで、J と0の内積、J と1の内積で、J と2の内積っていうふうに、J と J の内積の部分、赤で書いてますね。ここだけ1、あの、一になるんです。他のところは0、実は0になって自滅するんですよ。 だから左から J ブラをかけるとあの A, ケット A というベク,あのベクトルの J 番目の成分だけピックアップできるということですね。で、まあ、これはこういうふうな形でアルファ i っていう要するに i ケットの成分は実は左から i ブラをかけると抽出できるということですね。 これももとても大事な。このピンクで書いてあるのは実は結構大事だろうということなので後で、ね、振り返るときにあのピンクのところには注目してください。線、ま、形、あ、算子脂というのはまあ行列のことですがこういうまあ,あるあのかけたあのあの数をかけたものの作用というのはその結果に数をかけた。で足したものの作用というのはそれぞれの こういうのをのの線形性っていいますけれどもでそういう性質を持つ塩酸脂を線形塩酸脂というに言います。だいたい量子力学でみんな大体ベクターと線形塩酸脂でできてるわけですね。で、まあ、行列でもあの行列が m×n を行列で m が左側からあのかけた時にこれはあの まあ、n 次元のベクターをこの行列に対してあ左からかければあの m 次元のベクトルに変換するので,で行列によってベクトル a がベクトル b に変換するこれは演算子ですね。でスカラーもうあのベクトル a をベクトル ca に変換するのでトリビアルな演算子になります。まあ、この辺もだからそういうことをやっていくと実は成分表示をすると 塩酸子の作用というのは実は行列の掛け算に等しいということを言っているのがめんどくさいですね。行列成分を内積で表す、これは先ほど冒頭のところに説明しましたが、行列の M の i 行 J 列の成分というのは左から i をかけだからブラの i をかけ、右から J のケットをかけそうするとあのその行列の成分が求まるということが言えます。これはこれはあの 面倒くさいですけれども、imj で表されるんですけれども、こういうふうに、あのこの m に、あのこれは先に右側から計算しますね。右側から j、K、をかけると、こういうのが見つかってで、それに対して左側から i をかける。で、こうやると imj は mij にくるこれもちょっと自分の頭で考えてもらわないといけないですけれども。 でこれ逆にあの IM の左の IM の方先に計算してで最後に J をかけても J ケットをかけてもこれは同じものになります。でこれもちょっと自分であの確かめてみてください。ただこうやんなくてももっと簡単にあのケットを使うとあの行列 M の成分 IOJ 列の成分 m i j とすると この ij ってこれ見てもたこれ外積っていうんですけども外積の形をかけると実はあのそれは左からこれに K をと右から L をかけるとこういうふうになって、ね、そうすると何だかよくわかんないけど内積が2つ出てきてでこの内積が2つ出てきてかつこのシグマは i と j について和を取っていくんですけどもこのほとんど実は0なんです。 ゼロにならないこう1が残るのは、Mij が残るのは、この内積の部分が2つとも1になる。だから、i イコール K かつ J イコール L の場合以外は全てゼロになって全部消えちゃいます。で、だからこれは MKL になるっていうのがすぐにわかります。これは実はケットの、まあ、強力なところです。これは単純なんですけどね。 で体角行列というのはこういうあの体角成分しか持たないやつですね。で、残りが全部ゼロ。で、まあ、で、トレースというのは体角成分を足したもの。で、先ほどあの愛行 J 列目の要素、あの、あの成分が愛行 J 列の要素からな,なる、あの、うん 行列をこの左からから i 右側から j をかけるとその要素を全部取り出すということを言いました。で、この一番下の行の右側のシグマで何をやってるかっていうとこれは計行系列目 A っていう行列の計行系列目を取り出してそれを全部足してるんですよ。行列 A の計行系列目を取り出す。それがあの シグマの内側の KAK ってやつが、えっと、左側の K はあの行を表す右側の K は列を表して KAK って同じなんでこれは実は 1, 1行1列目2行2列目3行3列目4行4列目 K 行 K 列目っていうのは対角線の要素ですねでそれの要素をピックアップして全部足してるだからこれがトレースの定義そのものですねだからトレースっていうのはこういうふうに これ、A、行列 A のトレースとりあえず、こういう形で内積を使って、中でやっているのは行列の愛行 J 列目の要素をこういう内積で表現して、それに対角要素だから、あのその i と J が等しいという K、K っていう形でその和を取るという形で表現できるということです。で、状態の際、これもめんどくさいんでやめます。で、こういうベクトルというのは、行列 M に対して、 ベベククトトルルを採用した場合にベクトルの向きが変わらないんですよであるベクトルこういうベクトルがあってそれに行列が演算子が作用してもあの一般にはベクトルはベクトルに変換されるのでベクトルはこういうふうにぐるぐる回りますあるいは長さもどんどん変わりますでところがあるベクトルにある行列であるベクトルに対して行列を作用されて向きが変わらないやつが一つある ですよそういうのを固有ベクトルと言いう意す。この large m ket v=small m ket v というのは左側の large m は行列です。ket v というのは当然あの列ベクトルですね。で、小文字の右辺の小文字の m というのはこれは数字です。行列じゃない。で、あの右辺の,の ket v というのはベクトルです。ただしその左右の えーと、ベクトル、あの、ケット V は同じベクトルを表します。で、ところが M は、左側、ラジオ M は行列だし、右側は数字なんで、これは同じになることはないんですが、で、ベクトル V に行列 M を作用させると、ベクトル V、同じ V ですね、2の M 倍になる。で、これは先ほど言いましたように、ベクトル V に行列を作用されると、一般にはベクトルがどんどん変わるんですけど、ね、それが同じ V、 というのは同じ向きで、M, M だけ違ってる。M というのは長さですね、多分。で、そういうものをあの V の方を固有ベクトル、M を固有値というふうに言います。で、まあ一般に N×N の正方行列は N 個の固有値を持つんですが、ね、まあそれはいいことで、固有値を求めるのをちょっとやってみようかな。まあこれちょっと省略して。で であの実は固有値というのは実は大事な役割を果たします。でその前にちょっと共育をまとめてみましょう。でスカラーの共育というのはその複素数の共育です。だからスカラーが A が X プラス YI だとすると、えー、とその共育は X マイナス YI になります。大事なのは実はこのこの共育なもの同士をかける。例えば A の共育。 と a をかけるでそうすると x y i かける x プラス y i で x の事乗プラス y 事乗が出てきてでこれは a の絶対値の事乗です、ね。これは全部について言えるんですけれども共益とその元のやつの積っていうのはあのみんな物理的な意味を持ちますね。このスカラの場合だったらその a の絶対値の事乗ということで大抵は 確率に対応するといううよなベクトルの場合にはこれは、共液と、ベクターの共液とベクターの積は、これは内積になります。で内積が0だったら直行するし、1だったら正規だというのも、この V の共液と V の積を考える。で、行列の場合でも A の共液、これはだが、 で、普通表しますけれども、行列に変えてでかつ複素教育を取る。でそれが A ダガーなんですが、ね、ここでも実は A ダガーと A をかけたものとてのは実はあの物理的な意味を持ちます。まあ、それについてはまた別に話すただその共育っていう概念まあそれはスカラーについてもベクトルについても行列についてもその共育というのは定義されるんですがで、それらを使って で、あの塩酸塩の特別な性質を定義することができます。例えばイタリア行列っていうのはあの U の共役と U をかけたものが単位行列ですね。でイタリ列の特徴には実は共役って概念が実は入ってるんですよね。でしかも U のあの共役と元のやつをかけたものこの形は実はいろんなところに出てきます。 で、行列の場合だったら U と U の共益と U を書いたものが1になるというのがユニタリ性の条件です。もう一つエルミートっていう条件があるんですが、これはある行,あの行列 M の共益を取ったというね M だからですね、それが等しくなる。で、そういうものをエルミート行列というふうに言います。これは実は観測の問題、実は観測されるものが実数であるっていう条件と、 あのとても深い関係を持つんですけれどもでまあまあともかここではあのイニータには強液と自分自身をかけたものが単位行列です、ね、それのを言いたい行列で言いますエルミートっていうのは強液と自分自身が等しいでそういうのはエルミートと言いますでこの2つの塩酸脂の性質をあのー それがどういう意味を持つかっていうのを知ることは結構大事なことです。実は先ほど話した直行演算子っていうか、遮影演算子あ直行演算子、遮栄塩酸子。観測の遮イ演算子,子は揺体じゃないって僕騒いだんだけど、あれはエルミートンなんですね。で、観測には実はエルミートンがいろんなところに出てきます。で、もう一つこれは後で、あのス,ペス,ペクトルスペクトル分解定義。 という大定義があって、これ使うというようなことが言えるんですけどものこの定義はあの簡単で M と M の共益をかけたものが M の共益と M をかけたものを等しい要するに正規の場合には共益と自己自身とその共益は果敢になる果敢というか順序を変えても等しいでまあ今見たユニタリーも N ミートも実は正規行列になります。 正規行列は実はスペクトル分解定理っていうやつで必ず対角行列に変換できます。そうそろもうあまり時間がないんですけども。でまあユタリアン酸脂というのは実は時間発展の塩酸子だというふうに言われてるんですがこれはまたちょっと別な話なんでこれについてはまた後で言いましょう。でともかくあのピュアな、あのー、世界。 っていうのは、あの内積をあのベースにすればそのベクターの任意の要素も取り出せるしそれから行列の任意の要素も取り出せるし行列とベクターあるいはベあの行列と行列の積自身も実は内積を使って定義できる。だからあのピュアな量子の世界、まあ、先ほどあんまりかあの曖昧なところがない。あの 決定論的な世界だと言いましたね。そういうものは大抵その,あの規定ベクターの内積を使って定義できる。<laughs> 要するにあるベクターに対して左側からからアイブラウをかければそのアイ目の要素が取り出せるって話なんですがで要するに観測の原理が言ってるのはあのそういう取り出し方ができないって言ってるわけですね。 で、そこがこの今話した純粋な量子の,の世界とそうじゃ観測にそれが崩れた世界の大きな差になってきます。でまああのー、次の説で、あのー、ちょっと観測の世界というのを観測がどういうふうに量子の状態に変化をもたらすか。 1>, 1個だけ取り出すってだけなんであまり面白くないんですけどもそれをあの数学的にどう表現するかって話をしようと思います。